学。あ、美恵子、何やってんだお前。あ、なんでもない。おい、いい加減にしろよお前。俺はこの4ヶ月間よ、おめえが幼馴染だからって優しくしてきたけど、くよ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 悩みやがってよ、目覚ませ。なんでもないったら。ちょっとして何か探してるのか。うさぎさんの目。え、うさぎさんの目のボタン、いつの間にかなくなっちゃってて。そうだったな、今殴られた方も痛いか、だから殴った方も痛いんだよ。金八、これが俺と坂本金八の差だな。そこまで言えるようになるわ。うさぎさんの目のボタン、いつの間にかなくなっちゃって。ああ、ボタンか、本物の目玉だと思ってびっくりした。どうしよう、あのボタンがないと私。目覚ませよお前、そんなに大事なのかそのボタン。うん、よし、わかった、俺も探すの手伝うわ。でも気にするなよ、どの辺探せばいいんだ。じゃあそっちを探して、私はこっちを探すから。わかった、全然見つかんねえや。みやこ、そっちは。ダメ、見つからない。本当にこの辺りで落としたのか。この辺りでウサギさんに話しかけてたから。そっか、でも小さいボタンだからな、漠然と探すのは結構きついよな。あなたは帰ってていいよ。美和子は見つかるまで探す。でももうすぐ暗くなるぞ。それでも探す、あのボタンがないと私。どうしてそんなにそのボタンにこだわるんだ、他ので代用できないのか。あのボタンでなきゃダメなの。だからどうして。覚えてないの、あのボタンのこと。ボタンのこと。私たちが小さかった頃、あなたと二人家の近所でいろんなところを探検したの、覚えてる。うん。それでね、破れたフェンスをくぐって公園に出ようとした時、いろんなことしたよな。もう死んじまったけどよ、俺たちの幼馴染のチャックがよ、俺はガラスに突っ込んでも死なねえっつってな、頭からガラスに突っ込んでよ、腹16針ぐらい縫ったりな、俺たち悪さもいっぱいしたけどよ。ただ今思えばいい思い出だわ。私ウサギさんの目をフェンスに引っ掛けちゃったの。ああ、そういえばあの時もウサギ持ってたっけ。そのせいでウサギさんが固めになっちゃって、私ワンワン泣いちゃって。うん、いつまで経っても泣き止まない私に、あなたは自分の服のボタンをちぎって渡してくれたの。じゃあひょっとして今日なくしたボタンって。うん、あの時あなたがくれたボタン。そうだったのか、みやこは今日までずっとそのボタンを大切に。だから絶対に見つけるの。でもみやこ、気持ちはわかるけど本当にそろそろ。だからあなたは帰ってていいの、私探すから。そんな意地張るなよ。意地なんて張ってないもん。張ってるじゃねえかよお前、4ヶ月間うじ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 。私の大切なボタンなんだもん。でもこれだけ探しても見つかんないからしょうがないだろうが。いや、見つかる、絶対に絶対に見つかる。意地張るな。絶対に絶対に見つかるもん。見つける、見つけるまで探すもん。冬の夜に二人で公園で佇むってのも悪くねえな。わかった、俺も一緒に探すよ。美和子、寒いだろこのマフラー。そっ、あなたからもらった大切なボタンなんだから、あれがなくちゃ。私だから探
探すの。見つかるまで。探し物はこれかい、ボローンつって。おい、金玉出してよ。女としての意識づけさせようぜ。ミヤコを探してるのはこれかい、ボローンつって。俺がお前女にしてやろうか。ああ、もうこんな悲しそうな顔すんじゃねえよ。だって。これをやるよ、ビッ。こんな感じだろ。ボタンの代わりぐらい。俺が、いくらでもやるよ。ほら、ボタン。もうなくすんじゃねえぞ。でも。いいから、ほら。いいの。使えよ。みやことうさぎさんのためだ。みやことうさぎさんとさつきさんと星川まきちゃんのためだ。ありがとう。さあ、もう今日遅いから一緒に帰ろう。うん。ねえ。ん？あのね、このまま手をつないでいってもいい？昔みたいに。ああ、いいよ。手つないで帰ろう。うん。宮子、いろいろごめんな。うん。もういいの。いろいろあったけど、宮子に笑顔が戻ってよかった。